こんにちは、さとひろです。なんか最近ずっとこのウームスタジアム着てるんですけど、これパーカーみたいにフードついてないし、生地柔らかくて着心地がめちゃくちゃいいので、もう5日間ぐらい羽織っています。いや、さすがニューさん、それはめちゃくちゃ気に入ってて、デザインも可愛いっしょ。ここほら UM 見えるかな、 UM って書いてあって、後ろにも色々文字が書いてあるんですけど、まあこれはねちょっと内緒にしておきます。で、今日はですね、ちょっとゆるくいこうかなと思ってて、まあ、ゆるゆるな感じで、もうラジオ代わりみたいな感じで聞いてくれればいいと思うんですけど、皆さんは最近全国解禁されたあるものを知っていますでしょうか？今まではね、一部の地域でしか買えなかったものがあったんですけど、それが最近全国解禁されて、しかもね、めちゃくちゃそれが美味しいということで、もう大体何かわかると思うよ。あの、北陸の方からね、こうやってきたあいつなんですけれども、まあ、タイトル、書いてあるもんね。まあね、その、ちょっと話それるんだけど、北陸ってさ、石川、富山、福井の3県じゃん？で、こう、新居に引っ越すときに、カーテンを頼んだわけ、ニトリで。ニトリでカーテンを頼んだんだけど、一向に来なくて、カーテンが。なんでだ、なんでだと思って、入居日に届くはずだったんだけど、入居してから3日4日経っても来なくて、あれ、待ってくれよ。おかしいな、と思って、こう、電話したの。そしたら、倉庫が福井にございまして、ただいま、大雪の影響で、配送がストップしております。まあしょうがない、しょうがない、大雪の影響っていうことでしょうがないんですけど、ちょっとカーテンがないまま何日間か過ごしたっていう、北陸にまつわる最近の話でした。まあここから本題に入りますけども、ルマンドアイス、皆さんご存知でしょうか？最近ね、こう北陸限定発売だったものが全国解禁されて、で、その発売された日にね、俺もどうしても食べたいなと思って行ったの、スーパーに。スーパーに行ったら、もうそこだけ空っぽ、もう一個もなかったんだよ、ルマンドアイス。で、何軒か回って昨日ようやく発見することができましたので買ってきました。じゃじゃーん、こちらルマンドアイスでございまーす。中に丸々ルマンドが入ってるんだね。モナカ、チョコレートコーティング、バニラアイスとルマンド。あの、前の日向ハウスにはなぜかね、冷蔵庫に常にルマンドがあってなんでかわかんないんだけど、なんでだったんだろう。まあ、なんでかわかんないんだけど、ルマンドがあって、僕はそれをね、こう、ご飯作りながらとかポリポリつまんでたんですけど、結構好きなんだよ、ルマンドが。あの、サクサク感がすごい好きで、結構つまんでたんですけど、今回そのアイスクリームが全国解禁になったということで、早速食べてみたいと思います。みんなはもう食べた？これ結構いい値段するよね、1個ね。ハーゲンダッツとかより高かったと思うんだけど、お値段は1個225円でございます。高いよね、結構ね。ハーゲンダッツとかですら180円とかじゃん、スーパーで買うと。で、僕はこれを、待って、俺238円で買ったんだけど。ぼったくられたー。まあ人気だからっていうのもあるかもしんないけど、ちょっと値段が高くなってましたね、スーパーで。あ、まあ普通にモナカの匂いだ。こんな、でれれれー、こんな感じですね。多分これの筋一個一個にルマンドが入ってんだろうね。ここに1本、ここに1本、ここに1本、ここに1本って感じで、多分4本か入ってるんだと思います。まあ断面はこんな感じですね。ルマンドがちょっと見え隠れしてるけど、じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきまーす。何この不思議な食感。言ってしまえば、モナカアイスの中にルマンドが入ってるだけなんだけど、モナカアイスってさ、まずサクッ、トロッ、以上って感じじゃん。サクッ、トロッ、サク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 ッ、トロッっていう、このなんていうの、食感のサンドイッチみたいな感じが、これやばいね。おいしい。こんだけ、アイスにひたひたになってるから、まあ、多少なりともしなしなになってんだろう、ルマンドって思ったんだけど、全然なってない。すっごいサクサクのままキープされてて、めちゃくちゃうまいよ、これ。これは、縦に行った方がいいやつだね。モナカってこう行くじゃん、こう。でもこれ、折って、こうの方がいいわ、多分。こっちで食ってみようか。やっぱり、折って、縦に食べた方がいい、食感は。ちょっとかじったところで申し訳ないんだけど、こういう感じですね。中にルマンドががっつり詰まっていて、周りをバニラアイスでくるまれている。その周りにチョコのコーティングとモナカがついている。すっげえカスボロボロ落ちるやん。
一応モナカとバニラアイスの間にもチョコレートのコーティングはあるね。これでモナカがしなしなになるのを防いでるわけだ。結構大きいからボリュームある。半分食べたら割と満足するぐらいだったから、これちょっとまた取っといて後で食べます。冷凍庫にこれ戻してきます。いや美味しいわこれ、めっちゃうまいわ。チョコモナカジャンボとかも俺すごい、モナカアイスもともとすっごい好きなんだけど、その中でも結構群を抜いて美味しい。チョコモナカジャンボもさ、やっぱあの中のパリパリの板チョコ、あれがたまんなく食感がうまいんだけどさ、こっちその上行くからサク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 っていう、このサクサクの何、畳みかけみたいな、サクサクラッシュみたいのが来るから、もうこれはね、ぜひ一度食べた方がいいと思います。すごい新食感だったし、初めての体験だなっていう気がした。あ、ごめん、俺間違えてたわ。全国解禁じゃないんだ。まだ食べれないとこもあるんだ。なんか勝ち誇った気分だ。もともとは新潟、石川、富山、福井の4県だけだったんだけど、2018年の2月12日から関東地域1都6県、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬で販売されているということなので、関西、九州、東北、沖縄地方で皆さん、もうしばらくお待ちくださいませ。でも一応その後、甲信地域、九州地域、東海地域、東北、北海道、中四国及び関西での販売を予定していますということで、まあそのうち食べれるようになるみたいだね。もう関西は2017年12月4日から販売されてるんじゃん。すげえ勝ち誇っちゃった、なんか。まあそんな感じでいろんなとこで買えるみたいですね。はーい、ということで、この動画が面白ければチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いしますということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ごちそうさまでした。